皆さんこんにちは、松也です。今日も動画見ていただいてありがとうございます。はい、というわけでね、もういつもとね全然違うね価格でお届けしてるんですけども、ちょっとね今日は緩くね動画撮っていこうかなと思って今カメラ回しております。でね、一応ねお題目上はあのボタノイチですね。4回目のねボタノイチがあの10月の27日だったかな、開催されることになりましたってとこで、いつも通りねあの例年通りあの、まあ、予告じゃないですけど、こんな感じでやる感じになりますっていうのですね、あの動画撮っておこうかなと思ってます。まあ、ただですねあの動画見ていただいてる中で、まあ、その日ねどうしても予定があったりとか、まあ、仕事があったりとかね、その辺で来れない方もいたりすると思うので、まあ、そういう方ねちょっと見ててもつまんないと思うので、まあ、今日はねその、まあ、ボタン自体ね準備関連にはなっちゃうんですけども、まあ、ちょっと準備とかをしつつ、雑談がてらね、そのご紹介なんかをねしてくれたらなって思っております。はい、はい、でねちょっと今どんな感じのね、動画にしようかとか全然考えずね今カメラ回してるんで、どうしようかなって感じなんですが、ショートムービーをね、作ってみました。でそれを、YouTube のねショートだったりあのインスタのねリールのところで、回すことでねあのボタンの位置のね情報をギュッとしたものはねちょっとお届けしてると思うんですけど、まあ、ちょっとね同じものをこの後この動画の中でねちょっと差し込もうと思うので、ちょっと一旦それをね、見てもらおうかなと思います。まあ、もう見たよって方からしたら飛ばしちゃって大丈夫なんで、一旦どうぞ。ビュアルプラズの激安フリーマーケット、ボタノイチ、10月27日に今年も開催決定。ボタノイチは、天神元氷川神社で行われる、趣味家が集う、赤部に開墾植物、灌木植物にグッズに鉢に、何でも揃う植物イベント。出展者は、場所問題を解消したいので、価格破壊のオンパレード、憧れなの株がゲットできるチャンスかも。イベントの詳細は次の通りで、11時から14時までの予約枠は PTX で、10月20日の20時から予約開始。結構人気イベントなんで予約しておいた方がいいかも。以前のイベントレポート3つも僕の YouTube チャンネルで見れるので、どんなイベントか知りたい人はプロフィール欄からアクセスしてみてね。まずは500円から販売の未消株や泣く泣く手放す余剰株を爆安でリリースする予定です。マジでみんな持ってって。他の出店者さんの出品株はインスタグラムハッシュタグボタノイチだったりインスタグラム公式アカウントをチェックしてみてください。もうね騙されたと思って予定の確保と北千住まで行く準備だけしておいてください。それではまた10月27日ボタノイチの会場でお会いいたしましょう。バイバイ。入場者特典のゴールドタグ当たるかも。はい、というわけでね、見てもらったと思うんですけども、大体こんな感じのイベントになってます。はい、なんで、この後はですね、まあそれのまあちょっと繰り返しというか、さっきのね動画だとこうバーっとね早くしてね喋っちゃってると思うので、まあゆるゆるっとねお話しながら、準備してるところとかをねちょっと見ていただけたらなと思っております。はい、まあね、イベントのね出店準備なんてね、まあ、持ってく株のね、まあ、メンテナンスというか、まあ、植え替えとかそういう系かなと思います。まあ、さっきのね動画にも多分出たと思うんですけど、これ例えばねこれね、今これカスティロニアなんですけど、これね小株出てきてるんですよね。これねこれねカスティロニアめっちゃかっこいいんですよ。これトゲがね赤いんですよ。わかるかな、ちょっと暗いからわかんないかもしれないけど、こんな感じで、ね、抜けたんですけど、結構でかいですね小株。多分、ね、この大きさだと根っこ生えてると思うんだけどな。根っこ生えてますね。はい、生えてました。なんでねこれちょっと植えていこうかなと思います。そうだ、販売するね予定もないし、見本株としてね持っていくつもりもないんですけど、このピグマイヤ良くないですか。このねピグマイヤ草けむろでね、購入したねピグマイヤ植えてみたんですけど、なんかね盆栽仕立てでいい感じかなと。はい、ちょっとね準備しろよって感じだと思うんですけど、それねついでに植え替えちゃうってことで準備中に植え替えたやつですねこれ。そう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 、ほんでこのねピグマイヤなんですけど、今机の上でね育ててるというか、まあ観賞用みたいな感じでやってるんですけど、それをねこの、3D プリンターのね、まあ、鉢皿というか受け皿ですね、っていうのをちょっと置いてるんですけど、これね僕が作ったやつで、これちょっとデザインしたというか、設計してね作ったやつなんですけど、これ欲しい人います？はい、ちょっとね夏の間はね暑すぎて 3D プリンターうちの部屋で回せなくて、全然ね最近 3D プリンター系をご報告できてないのはその辺なんですけど、まあ、需要があればね持っていこうと思います。あ、そうだ、これボタンの位置のあれか、予告動画か。そうだ、言い忘れてたな、もうちょっと忘れてましたわ。で
ボタノイチなんですけど、今回のボタノイチの、イベント時間ですかね、まあ、覚えてる人いないと思うんですけど、確かちょっと違っていつもと、11時から16時だったはずです。で、予約枠がね、大半を占めているんですけど、11時からね、14時30分ずつね、A 枠から、順中にね、枠がある感じになります。でね、その、枠数がどれぐらいあるか、A 枠の中で例えば50人とかそういう枠数がね、今どれぐらい、設定できるかっていうのは今は決まってないんですけど、そんな感じのねタイムスケジュールになってます。で、まあ何人になるか分かんないですけど、あの入れ替え制じゃないんですよ。まあ例えば50人だとしたら、50人 A 枠で入って、ね、B 枠で50人追加って感じなんで、 A 枠でね入れた方はね、かなりゆっくりね会場見ることができるんじゃないかなと思います。じゃあ僕もね前回ちょっと勘違いしてたんですけど、 A 枠は相当なんつうのかな、こう混み合うのかななんて思ったんですけど、会場の中にはね、まあ、50人以上は入ってこれないので、もしねゆったり見たいみたいなね感じの方は逆にね A 枠狙った方がいいんじゃないかなと思います。結構若番の方はね、あの争奪戦っぽくなっちゃうかもしれないんですが、ぜひですね、ご検討いただけたらなと思います。すいません、ピンと合ってなかったですよね。大丈夫です、ごめんなさい、もうこのままいっちゃうかも。でね、場所については、あのボタニカル横丁とかね、そういうのでもおなじみの、千住元氷川神社ですね。北千住からどんぐらいかな、あれ、まあ10分かかんないけど5分ぐらいはかかるみたいなね、場所に神社があるんですけど、そこで開催となります。もしね、あの映えのボタノイチのねイメージがある人は、多分ちょっとカレーのイメージあると思うんですけど、まあカレーはねちょっとねいろいろ事情があって、今回はなしとなります。あ、そうだ、なんかストンって置いちゃったけど、はい、一応ね親株はこんな感じで戻しました。ちょっとね結構見き立ちさせた感じになってます。でね、場所の話して予約の話した、あ、そうそうそう、フリー枠もあります。ね、14時から16時の間の2時間は、フリー枠になってまして、そこはあの特段ね、チケット争奪とかしなくても入れる時間帯となってます。でね、フリー枠ねめっちゃ混んだんですよね、はい、すごかったっす、人なんかね、確か入場制限もかけちゃったはずなので、フリー枠のまあ多分後半はねさすがにのんびりしてると思うんですけど、前半の方は、ね、なかなかのね感じになってると思うので、ぜひですね、ちょっとそういうね植物イベントはちょっと苦手だって方は、まあ、後半で行っていただくか、まあ、ちょっと繰り返しになりますけど予約枠ね狙っていただくとかしてもらうといいんじゃないかなと思います。持ってくものとしてもね、これちょっとあんまり好きな人いないかもしれないけど、こうモデニウムのねリチェイの錦ってやつをね今回持っていこうかなと思います。ちょっとハビタット風にしてます。あとあれか、チケット代だ、チケット代もあります、ごめんなさい。今回ね、フリー枠も含めて、チケット代がかかっちゃう感じです。予約枠ですね、11時から14時のところに関しては1000円かかるはずです。で、1000円かかるんですけど、おまけがついてて見えます、これね、ボタノイチって書いてあるステンレスタグですね、はい、僕はねこんな感じでね、あのリトマンさんのこのタグキーホルダーあるじゃないですか、まあ、それにね、こんな感じで穴開いてるので、つけてね最近使ってるんですけど、まあ、こんな感じのねボタノイチステンレスタグがそのね1000円のチケット代の中に入ってくるので、まあどうなんですかね、実質無料みたいな感じですか。でなんだっけな、ちょっとね抽選方法僕見てないんだけど、ゴールドタグも当たるらしいんですよね。今のところねその辺のところもまだ決めてる途中って感じっぽいので、よかったらですね、あのインスタグラムにボタノイチの、あの公式アカウントに出すがあるので、それねぜひともフォローいただければと思います。この辺に QR コード貼っておきますので、ぜひともフォローしてみてください。今日ねお話しできないこととか、あの別に隠してるわけじゃなくて決まってなくてお話しできないこととかも、そっちからね発信できると思いますので、ちょっとご興味持っていただいている方はねぜひフォローしてください。そう、あと全然関係ないですけど、これね長谷川さんのキッコーリーなんですけど、これねすごくないめちゃめちゃ輪っかになってきました。でもあれっすよね、あのせっかちくんのあの輪っかあるじゃないですか、あれすごいっすよね、全然あんな風に綺麗な
あ、ちなみにね、あれです、今回亀甲竜持ってこうかなと思います。これ結構良くないですか。これね、僕がね、ちっちゃい頃から育ててるね、亀甲竜なんですけど、まあね、なかなかいいサイズ感になってきているのと、これね、これね、あの表面の部分ね、結構バキバキでいい感じなんですよね。あの僕ね、こんな感じの亀甲竜ね、もう1個2個あるんで、全部で3つぐらいかな、そんぐらいあるので、ちょっとね、亀甲竜ちっちゃいうちから育てたいよって方、よかったら見てってください。ちょっと全然ボタン打ち関係ないですけど、ちょっと見てほしいのがあって。ちょっとね、インスタとかでね、ちょっと軽くご共有したんですけど、このね、コミフォラのね、抜き苗が今、うちにありまして、このね、発根管理まだ始められてないので、ちょっとやっていこうかなと。ちょっと切って、水の中ぶっ込むだけなんですけどね。よし、切るぜ。すげえ、この株新鮮。超なんか、木切ってんのに葉っぱの匂いがする。あれか、出店者さんですね。出店者さんの情報はもうさっきのね、インスタグラムの公式アカウント側ではもう公開されてるんですけども、まあ、今回もね、なかなかの人数で、なかなかのね、方々が揃ってるんじゃないかなと自負しております。前回ね、ちょっとなんだっけな、なんか理由があって欠席してた岩沢さんとかも出るし、ちょっと僕的に気になってるのがね、服部慎吾さんですね。エンスマビザールのエンちゃんがね、オタク訪問動画上げてましたけど、ギラウミニアナがね、大量に70株って言ったかな、なんかそれぐらい持ってくるみたいな感じのことをおっしゃってて、で前ね、服部さんね、なんかインスタだったかな、なんかそれでやり取りしたことがあって、なんかね、ちょっと変わった趣向をお持ちの方で、なんか僕にいじられたいみたいなこと言ってたんですよね。僕ね、ちょっとね、いじるのとかはね、ちょっと苦手なキャラだと思うんですけどね。僕は服部さんがご所望ということであれば、頑張ってね、いじらせていただこうかなと思っているんですけども、それ以外で言うと SPC ですかね。 SPC、 謎の軍団 SPC のね、方々はね、今回も、出てきていただけます。でね、その中にね、すごい方がいるんですよ。まあみんなすごいんですけど、まあね、前回同様ね、エズトムさんとか、あとジュンヤブログチャンネルのね、ジュンヤさんとか、まあ、マサキさんとかね、いらっしゃるんですけど、なんとですね、今回余白さんが出られるらしいんですよね。だからね、余白さん、余白さんなんてね、なかなかお目にかかれないので、あれですよね、ぜひともね、なんていうか、まあ、お会いするのはできるんでしょうけど、どうなんだろう、人気すぎて買えないかもしれないけどね、余白さんの株とかね、すごい見てみたいというか、まあ、まあ、はっきりと買いたいですよね。はい、できました。こんな感じ。はい、で、そうだ、持ってこうと思ってるね、株のうち1個、この象の木もね、持ってこうかなと思ったんですよね。はい、ただね、これね、あれなんですよ、ちょっとこの今ね、こんな感じでちょっと葉っぱ生えてきてくれたんですけど、ちょっとね、一回葉っぱが結構生い茂ってたのにガツッとね、落ちちゃったんで、このね、土の状態がものすごく汚らしいので、ちょっと植え替えていこうかなと思います。このね、ゾウの木はね、まあサイズこそそんなないんですけど、ちっちゃいパキプスみたいな感じでね、なかなか気に入ってます。よよよ、なんでちょっとこれからがね、結構涼しくなってくる手前、このゾウの木ね、結構元気になってきてくれると思うんですけど、まあ、もしね、僕と同じようにね、まあ、ゾウの木というか灌木好きな方はちょっと狙ってみてほしいなと思います。数がないんでね、あんまり大っぴらには言えないんですけど、たまにね、こんな感じでね、結構低木なのができるんですよね。こんなもんか。余白さんのね、株が欲しいって話してましたね。はい、欲しいです。はい、ぜひ買いたいですね。そう、余白さんもね、確か象の木がすごいお好きお得意なのかなっていう感じだったんで、余白さんの象の人がローマありますよね。でもね、まあ、ピグマイヤですよね。ピグマイヤ欲しいですよね。モリモリのピグマイヤ、僕のね、ちょっとしょぼっちゾウの木になっちゃいますけど、こんな感じのゾウの木も持ってきます。あ、そう、あと全く関係ないんですけど、これ良くないですか。これね、最近買ったんですけど、サンパチ糖ですね。で、サンパチ糖のこの下についてるこの部分、
実はですね、僕のチャンネルだとよくね、取り上げさせていただいている R3 ラボさんの一品になってまして、あ、こっちか、見える R3 ラボさんのプロダクトになってます。これめっちゃかっこいいですよね。38灯をこんな風にこんな感じでね、カバーして持っていくことができるっていうやつで、まあ、さっきみたいにね、このライト部分をね表に出して立たせることが、自立させることができるっていうね、ライトセーバーっていうね、製品になってます。これ実はですね、前にも言ったかもしれないですけど、前ね R3 ラボさんの特集やらせていただいたと思うんですが、その時に、このね1個前というか試作モデル見せていただいて、まあ、まさにねこんな感じだったんで、あ、ライトセーバーみたいですねみたいな、このライトもね実際にセーブするし、まあ、ちょうど良さそうですねみたいなこと言ったら、なんかねそれがね紆余曲折あって、それがそのままね採用いただく形になって、まあ、そんなね、経緯があったら欲しくなっちゃいますよね。かつこんなかっこいいもんだったら、これね普通に便利で、本当はねこれキャンプギアなんで、キャンプ行ってね使うものなんですけど、僕はですねこのデスクライトとして、使ってます。こんな感じでピカッと光ってくれるし、結構ねこれね電池も持ってくれるんで、で夜寝る時とかは、まあ、これ持ってね、うろうろ歩くみたいなねこともできたりするので、結構これ気に入ってます。最近ね買ってすごいテンション上がったものの1個ですね。でね、あれですね、逆に出ない人とかの話しといた方がいいかもしれないですね。あれ、去年とかもいてくれたし、その前もいたかなかもしれない、あくる紐ね植物のイクタンとか今回欠席です。イクタン追ってる方はね、まあ、なんとなくわかると思うんですけど、まあね、彼引っ越しというかね新しいお家ができたばっかりなんでね、ちょっとねイベントの準備なんか手が回るわけないってところで今回ね欠席になったと思うんですけど、まあ、直接ね聞いたわけじゃないんで予想でちょっとしたら違うかもしれないけど、ビカクシダはね今回手に入らないイベントになっちゃいました。あとあれかな、翼さんは来るし、かけちゃんですね、かけチャンネルのかけるさんですね、 KY プランツのかけちゃんですね、は今回お休みですね。最近ねかけちゃん動画なかなか見れないからちょっとね久しく見たいですよね。であとあれか、ちょっと突然ね新しい方のピックアップしちゃいますけど、まともボタニカルさんっていますよね。こうつまんでね取れる鉢とかをね、前僕もインスタで見たことあるんですけど、まともボタニカルさんとかも出てくださるみたいだし、プルプシーね100本ノック、やってくださってたねマックデザインさんも、また出てくださるそうなんだし、そうですしね、ぜひねその辺も楽しみにしていただければと思います。準備シリーズね、ちょっともう一個持ってきたんですけど、これ、これねコミフォラの YT ですね。 YT のね挿し木になるんですけど、これちょっと賑やかし程度で持ってこうかなと思ってます。すっげー生えてるまあね本当はねこう挿し木とかでねお茶を濁したくないんですけど、 YT ね本当面白いんですよね。で YT の小株じゃねえか未消株も持ってこうとは思ってます。持ってこうとは思ってるんですけど、そんなにね数がないんでなかなかねお配りすることはできないなって感じなので、ちょっとよかったらねこの挿し木とかいかがかなっていうソリューションですね。これとかね結構いい感じの根っこが出てますね。ほらこれすごくないですか、こんなに生命力コミフォラあるって知らなかったですね。この YT ボタノイチのイベント場行った、チケットの話したでね、他の出店者さん話とかもね、まあ、しましたが、ちょっと全員ね話すともうそれこそとんでもない動画の長さになっちゃう。まあ、他のね出展者さんの詳細はですね、ぜひともボタノジのね公式のところからも、まあ、こんな株持ってきますよみたいなねお話出てると思いますので、そっから見てみてください。で今ね書ける人から順に書いていきましょうって話をね内部でしてるので、よかったらそっちをフォローして見てみてください。いやすいませんねこんなダラダラしたね動画でね、この YT 挿し木めっちゃいいじゃん。これこのねすごい超ちっちゃい、なぜかこれ1号鉢だったかな、それにこんな感じで植えてみてます。はい、まあそんな感じですかね。あで僕が持ってく株か、いつもの感じだと僕が持ってく株も確かお話ししてたんで、その話もしておくと、まあさっきのねバーッと喋るね宣伝動画
のところで、写真とかは出してると思うのでちょっとお手数なんですけど、まあ、そっち見ていただいて、いただくといいんですけど、まあ結構いろいろ持ってきますね。でそれぞれねそんな数はないんですけど、あのアガベとパキポディウムかな、イノピナツムか、例えばこれ、これイノピなんですけど、まだねそんなまあねこんなギャ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 言うほど、大きくはないんですけど、開墾とかもね結構まん丸になっててめっちゃ可愛いんですよ。これめっちゃこれいいなっていうやつの、まあ1個2個ぐらいはねちょっと自分の手元で育てたいので、それ以外のものはね持っていこうと思います。もうちょっとこれ開墾がパンパンだな。これあらあら太ったね君。このねイノピナツムとか楽しみにしておいていただいていいのかなと思います。まああとねアガベのオテロイですかね。オテロイはねまあ面白いのもあるし、まあ、ちょっとつまんないかなみたいなやつもあるんで、はい、よかったらそれも、ご興味ある方はチェック、趣味女子ですね。でねあとあれだ、あの胴切りのね小株も今めちゃくちゃいっぱいうちにあるんですよ。いろいろ訳あって、でねそれたくさんあって、多分すごいね多分将来有望な株だと思うんですけど、本当ねめちゃくちゃ数があるのでそれもねあの持ってきます。でねそれはマジであのおまけでタダであげます。それかまあワンコインかな、ワンコインぐらいで今回っていうか今回もなんですけど、あのいつものねパティシエ君も一緒に、出店してもらうので何も聞いてないので、今回ねあの何のモチーフ、デザート持ってきてくれるか知らないんですけど、あのまたね面白いの作ってくれると思うので、お楽しみしていただければと思います。わけあってねあのちゃんと言えないんですけど、あの彼はね相当すごいところのケーキ屋さんで、働いてる方なんで、そのお店で買うと多分もっともっとお金本当払わないといけない、ケーキなんですよ実は。あれ今回はというかこのボタノイチはねあの彼個人の、ね、名義でやってるので、すごくお安く手に入るチャンスですので、よかったらねそのデザートとか食べつつ、そのこういうねおまけとかゲットしてほしいなと思います。はい、よいしょ。実はね、まだありますあるんですけど、まあもうこれぐらいだと思うんですよね話すことって。はい、というわけでね、ここまでねあの動画見てくれた方ね本当にありがとうございます。こんなねマジでねダラ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 とね植え替えとかをしながら、ちょっとねボタノジのね宣伝とかをさせていただくね、動画にしてみちゃったんですけど、まあねちょっとね来れない方とかもいると思うので、ちょっとねそんなねはしゃいでねちょっとそのためだけのね、その話だけをするっていうね動画もねちょっとあれかなと思ったので、ちょっと今回はこんなテイストにしてみました。はい、ごめんなさいねつまんなかったらごめんなさい。あのたまにはねこんな動画もいいんじゃないかなと思います。はい、まあちょっとねどこまで今日のトークが使われたか今時点での僕は分かりませんが、またよかったですね、次以降は結構ちゃんと気合い入った動画作ってきますので、よかったらねまた見に来てくださると嬉しいです。はい、というわけでね、またここまで動画見てくださり本当にありがとうございました。もし気が向いたらでいいんですけど、あのね合わせてねあのチャンネル登録などしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。